ったのでしょうか。そうです、そうです、帰ってきました。眠い、やばい。あー、おやすみ、もう寝るか。めっちゃ顔の動きやもんな。そうやね、マジで、マジ起きて20分ぐらいは経った。これでも投資稽古1回しかしてないんですけど、本当に帰りそんなっていうぐらい、疲れたんか、いつもならすんなり降りれるはずの駅、気づいたらめちゃくちゃ過ぎてて、3、4駅ぐらい遠いとこ行っちゃって、まあ、それでも全然帰れる、引き返す、引き返さなくても行ける帰り方だったから別に良かったんだけど、ちょっと、意味わからん、もう自分でも。だってさ、私はさ、帰ってるっていう時もさ、別の組のさ、稽古をさ、してるっていうのにさ、私は電車で寝過ごしましたわよかった、遅い時間じゃなくて。あれがさ、9時とかだったら最悪だよね。早く帰りたいのに、帰りたいのにって。でも寝過ごしたの悔しいから、寄り道して帰った。今日はそう、んで、家に帰ってきてから投資映像を見て、私何時から寝たん？私最後に起きとった時間いつ？10時ぐらいから寝てた、もしかして、もしかして2時間以上寝てた。それはそれでやばいんやけど、怖すぎる、怖すぎる。まだ寝れるまだ寝れるよ、本当に。今日はワインじゃないですよ、アイスティーです。お、ちなみに何か起きたきっかけあるんやって。のそって起きた。なんか今何時やろう、やばーと思って、もし12時過ぎてたらやだな。0時20分、でした。最悪や、ほんまに。皆様おはようございます。まだ寝れる、もう寝れる。だからさっきまで寝てたからはまだ寝れるし、もう寝れるっていう時間じゃないじゃないですか。もう良い子は寝てる時間ですから。ああ。ふう。みんな
金曜日やな今日。もう1週間早くない？1週間早いってしゃあ、もう1週間後本番ですよ。ええ、イエーイ。りなっちこんばんは。あ、どうもこんばんは。ちょっといつも日付覚えられへんから、ちょっと待って日付見てくる。あ、今日のじゃなくて ループするタイミングここになりますよ。ただいま。今日も松本七夕終わって、1週間後、もう言うても6日後ループを帰ってきたけど、ただいま。ループしてんのかっていうような今固まり方してしまった。やばい、アイスティーがなくなってまう。いやいや、一瞬やったね。あ、一瞬でしたか。あ、よかったよかった。先週の今頃は夜行バスで横浜から名古屋に移動、寝れなかった。そんなか、そんなか、早いな。え、そう、今日じゃなくて、そう、今何を見てきたか。そう、つまりね、私がずっと言ってるこの舞台の初日が7月14の19時に開演すっぞというとこですわ。みんなこの指に王子に集まるんだはあ、じゃあワインでも、うん、そう飲もうかと思ったんだけど、でも明日撮影なんですよ。ちょっと今もう、いや、顔むくることは多分ないんだけど、ちょっと変なタイミングで寝たら明日の顔が爆死するから、ちょっとそれだけは避けたいので今日はやめときます。今日は健康的ですよ。18時前に夕飯を食べ終わりました。ドラマ尽くしの木曜日、そうなんや。六本木かさ、まだなんかコンクールのドラマ全然見てないな。でもまだ7月の中旬とかなってからいろいろ始まるよね。うーん、私の頭は何パー起きてるの。 20% ぐらい、 20% ぐらいですかね、起きてるのは。はい、なんかさ、ずっと頭切れてるよな私なんなん。え、ちょっとこれ映像事故った時のために一応ラジオにしとくわ。ちょっと三脚を高くしますおかしいな。どうだろう、でさ、そんなこんなで、そう、
来週から始まるんですわ。本番期間中も、うん、配信はするよ。ぜひ来てここで感想語ってほしいわ。来てくれたばば時には、ああ東京と大阪、うん、であって、まず7月は東京です。王子ってみんなわかる？きっと私よりわかるよね、みんなの方が。ああ、でも東京に住んでなかったりしたら王子ってどうやって行くのって感じやった。私も王子はいかん、普段は。切腹さんキラキラありがとうございます、ありがとう。キラキラ光る。あー、七夕終わってもた、何もしてへん。あー、一つ言うならあれかな、スーパーに置いてる短冊にご自由にお書きくださいみたいなやつに一応書いといた。スーパーのちっちゃな笹に飾ってきました。うん、それ私去年もやっててさ、あ、もう1年経つんだってちょっとびっくりした。23区なんじゃない、今東京都北区って言って。JR 京浜東北線および東京メトロ南北線でですって。 JR とメトロが通ってるって贅沢ですね。なあ、強いよな、大阪駅みたい。それは言い過ぎかな。都電、都電って何、都営地下鉄。都電荒川線だってさ。都電荒川線知らん。知らん、ごめん、それは存じ上げなかった。こんばんは。お腹空いてきたな。おかしいな。路面電車、え、王子路面電車走ってんの、マジ？どこに？すごいな。都電荒川。見たことないわ、多分。最近は東京桜トラムというらしい。覚えれない。いいよ都電で。そう、だからね、うん、ジャンレリ始まった。おー、1時か、リピート放送の時間ですね。つまり、そう、王子で会おうなっていう話を今してる私は。初日か、ふぅ。ふぅだわ、本当に。
な木曜の19時何してるん？友達みたいに聞くやつ。当日券ありますか？あります。あると思うよ。当日滑り込む？滑り込みます？いいよ、それでも。けど一番は持っときたくない？甲子園行ってる？甲子園ってどこでやってんの？まだ行くか悩んでます。それは来て。え？え、ちょっとちょ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 、ま、待ちなよね。どうしよう、お腹痛い。待て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 。悩まんといて。悩まんといて。え、悩んで、なんで、待て待て。いや、悩んでくれてありがとう。それはそれは行こうかなって気持ちが少しでもあるのは嬉しい。ありがとうございます。けど行くか悩んでるんやったら来て来てください。それはぜひ、心からお待ちしております。いけないよっていう人の分も、言ってやったぜ、言ったんだ、いいだろうぐらい思ってほしい。ごめん、お腹鳴った。甲子園は兵庫県西宮市、阪神大阪梅だから270円で約20分。早っ、安っ、早っ。なんか食べるの、食べない、食べないよ。もう風呂入って寝るんだから。今日は稲っち、こんばんは、起きたぜ、おはようございます。うん、いろんな思い背負って見に行こう。そう、全員が全員行けるわけじゃないからね。迷い中ならもう来ないという選択肢はない。え、私客の立場やったら絶対もうめっちゃ気になっちゃう。あ、まあまあ私の感覚ですけどね。もう1週間後とかも楽しみで仕方ないもん。はあ、何着てこっかなって何着てこっかなって、もう電車の時間とかも調べちゃうかもしれへん。山ちゃん、ハートありがとうございます。ありがとう、いつもありがとう。応援ブロマイドのサイズ 2L サイズってどれくらい？多分2L ってあれちゃう。え、でもさ、迷うってさ、ありがたいよ。ちょっとは興味持ってくれてるんでしょ。ありがとう、すっげー嬉しい、すっごい嬉しいけど
もうそこはもう私がガンって押しました。ま、あの迷ってんならぜひ王子で会おう王子で会おう。こんばんは、ポン大好きさん、どうもいらっしゃい、ありがとう。特に NMB が好きだ。どうもどうも。多分これが L 版で持ってるよね、グッズとして。写真 L 版 2L ってさ、これじゃない、 L が2つで 2L じゃない。 2L サイズってまあまあ大きいな、大きいな。 2L サイズのブロマイドってなかなかない大きさこれぐらいと。すいません、ユーリお借りしました。すいません、こんな可愛いお顔を、すいませんね、ちょっと可愛いの、可愛いの使っちゃった。迷うってことは少しばかりでも興味があるってことなんで迷わず行くべし。 Yes、 どの回を見に行こうか迷ってるのかな、わからん。そういう迷いか初日行くの迷ってるとか、どっち知らんけどさ。いや私絶対初日とか見たい人ただいまモンスターを飼ってます。何、ポケモン、モンハン、はあ、劇場の取っ手出しの大きい方、ああそれ確かにあるね、あの NMB の公演のさ写真撮るじゃん、集合写真と。生誕祭だったらこうなんかこういうの撮るやんあ伝わった、了解、ありがとう、ありがとう、やってやった。つまらなくて高い舞台弾いちゃったことがありまして、あー辛いな、それは辛いな。うーん、合う合わんって絶対あるもんな。世界初に立ち会える唯一の機会、それが初日ですね。めっちゃいいこと言うやん。あげるキュンを。こんばんりなっち、どうもこんばんは。迷ってるなら来てと私はもう断言したわここで。うん、終わった後に何か感じてもらえたらな、いいな、届けよう届けるわ、あなたたちに、あなたに、あなたとあなたたちってなんか言い方すごい全然変わるな。あなたたちってめっちゃなんかすごい寂しいの、あなたたちって、あなた、ひとよさんのファンレベルが上がりました、ありがとう、いつもありがとうございます、おめでとうございます。あーお腹鳴った、聞こえた、英語ではどちらも You なんですけどね、確かに楽やな、その辺は。You, you, you, you。キュンもいいけど、スーもください。じゃあなんかすごいことあったらスーあげるわ。何日目でも世界初。あ、めっちゃいいこと言う。そうだね。まっさらな気持ちで。特にフーコちゃん。一切の迷いなく行くのを決めた僕、たった一つの理由は好きだから。ありがとう、なんかほんまに
ありがとうございます。そういう人がいてくれるってなんかマジで本当にありがたい。なんか起きてさ1時間も経ってない人がさしんみり言ってるけど、しんみり言ってるけどこれは寝ぼけてないよ本当にガチでえほんまにもう愛していない。でもあと4分で配信終えちゃうんだよね。飲んだ。もうちょっと味濃いやつがいいな。伝わってよかった。伝わりました、ありがとう。起きて1時間も経ってなくてお腹鳴っちゃう人が。そうだよ、昨日は父が風呂に入ってたかな、多分弟に風呂入っとけよって言ったけどどうかな、なんか入ってないよ。うわ、え、絶対入ってないや、入ってなかったら絶対先に入ってやる。メイクしたまま爆睡してたの。うん、しかもうつ伏せやったかもしれへん。あーほらマスカラ取れてるもん、下まつげにやってたやつ。でもコンタクトは外しました。で私今日コンタクトしながらやって思ったんだけど、なんだろう、今使ってるコンタクトが思ったより自然じゃないっていうのもあったんかな。なんか合ってなかったから透明のにしようかなって思った。何飲んでたの？アイスティーです。無糖になんかちょっとリンゴの無糖紅茶みたいな、まあ言うたらアップルティーってやつですか。もっとアップル感じてもいいし、もうちょっと紅茶の苦味というか深みというかなんか感じてもよかったかなって思うんですけど、60円ぐらいのペットボトルのお茶だったんで、もう何も文句は言いません、十分です。ザッチ君のファンレベル上がりました、おめでとう。いつもありがとうございます。な謎の小瓶もありがとう、ありがとうございます。おでん屋さんのファンレベルが上がりました、いつもありがとうございます、おめでとうございます。山ちゃんスイカありがとう。そうそう今日スイカ食べようと思ったんだけどスーパー混んでて買うのやめた。カットフルーツであるじゃないですかスイカ、近々食べたい。今朝はパイナップルを食べました。そうコンビニ行ってさルンルンって今日は稽古頑張ろうと思ってさ、カフェラテをレジまで持ってってさお願いしますでピッてやろうとしたらさコーヒーメーカーの業者さんかのがあこれ返金してもらってくださいって言われて、めっちゃルンルンで飲もうと思ったのに今これ使えないんで疲れて、セブンのカフェラテ飲みたかった。そんなこんなで別のコンビニに行きカットフルーツパイナップル、そうセブンに売ってなかったんだよね、食べたかったんだけど、だから別行って買いました。そろそろランキングを読むか。では行きます。13位からおっくんチャラポラ、チャラポラ池合ってる？えみちのファンの方かな、チャラポラ、チャラポラ池さん、バッキーさん、切腹さん、おでん屋さん、
さっちくん、ひかるくん、バタヤンさん、ひとよさん、やまちゃん、ほりっちくん、マッキーさん、どうもゆうありがとうございました。ゆうたちありがとうあなたたちって言ったらなんかさ、なんか冷たくない？あなたたちありがとうって、あなたありがとう、ありがとうございます。そう、とりあえずもう本当に1週間後初日迎えるから体調にはマジで気をつけるし、よかったら見に来てほしいし、頑張ろう。ドキッとするぜ。だって配信するために目覚めてくれてありがとう。そう、もうツイートもするような時間ちゃうし、また明日改めてしますわ。お休みぐらいしようかな、ツイッター。うん、あ、そうだ、あ、まあいいや、まあ明日も言うけど、アフタートークのゲスト決まって、後藤萌ちゃんが来てくれます。そうそうそう。久しぶりに会うね、萌キュンは。昨年の僕たちの距離ぶりかな。お、切腹さん、最後にキラキラありがとうございます。ありがとね。そうそう。萌えきゅん、そう、後藤萌ちゃん、そう、あの私たちの距離で一緒にね舞台頑張ったね。うん、久しぶりにいっぱい喋れたらなって思う。そう、ツイートされてたわ。もう爆睡したはい、では皆様おやすみなさい。また明日お会いしましょう。あの、日付変わってるから明日じゃないけどさ。じゃあみんなバイバイ、おやすみー。